はい、今回は新東亜と東工大の2021年の問題を説明します。図のように固定された半透膜と2つの左右に動く可動域で4つの部屋に仕切られた容器があると、それぞれの部屋の体積は全て V0 リットルになるように可動域を固定した上で、半透膜と可動域の間の2つの部屋を図のようにモル濃度 C1 モルのスクロス溶液と純水で満たし、両端の部屋は圧力 P0 の理想気体で満たしたと。可動域を自由に動けるようにしたところ、体積 ΔV は0の水が半透膜を通過して平行状態に達し、サタンの、部屋の圧力は P1、右側は P2 となったと。1番、V0 分の DV を X とするとき、P0 分の P1-P2 を X の2を用いて示せと。最初、こっちが P0 だけど、これ可動域で、ど真ん中に半透膜があります。で、スクロース液、これ C1 濃度。ね、C1 濃度やけど、これ時間だったらね、こっちが溶液やから、どんどん水が、こっちの方に流れてくるな。水がこう流れていって、で、こっちは、ここは気体やから、デルタ V だけ体積が小さくなって、圧力が P1、ね、ちょっと大きくなりますよね。こっち P2、こっち側はちょっと膨らまないけど、P2 は、P0 に比べて圧力が、まあ、小さいですよね。ここ浸透圧。浸透圧と P2 足したら P1 になるという感じなんですよね。で、一番最初 P0、P0 と V0、これが、P0 はこっち P1 になるな、P1。で体積は、V0-ΔV やな、という関係な。で、こういう関係やけど、何を求めるかって言ったら、V0 分の、DV やから、まあ、これ V0 で割っとこか。割ったら、P0 イコール P1 の 1-、V0 分の DV。こんな関係でるな。ね、これは、これ X だな。これ X だ。で、P1 は、1-X 分の P0 だ。こういう感じだね。同様に、P0、V0 イコール、P2 の V0 プラスデルタ V やな。で、これは、V0 で割ったら P0 は P2 の1プラス PV0 分の DV、ね、でこれ P2 は、1プラス X 分の P0 な。求めるのは P1-P2 を求めてるな。これは P1-P2 は1プラス X 分の P0 が引くやな。P1-P2 やな。P1 から P2。これから、P0 を引いて、で、P0 で割っとかないかな。割っといたら、これ P0 分の2したら、これは P0 を消えて、イコール1-X 分の1、1プラス X 分の1だ。これは1-X 乗分の1プラス X で、1-X やから、2X か。だから、1-X 乗 2X な。これが1番の答えですね。で、次2番。RT イコール P0 分の C0 とするとき、X を C0 が C1 で表しなさいということやな。で、これは、C1 という濃度が、まずこうやな。C1 という濃度は、ここ体積が、この濃度がこう水が入ってくるために、ちょっと薄まるよな。で、薄まるのは、最初は V0 というのをやってんけど、これはデルタの V だけ、体積が増えるので、まあ、こういう濃度なんですね、ここね。ここの濃度がこういう濃度になると。
で、こういう濃度になるんだけど、ここが、これ計算していくと V0 で割ると、C1 これは量 C1 かける1で1プラス V0 分のデルタ V な。これは1プラス X 分の C1 だな。1プラス X で割っとかないな。で、ちょっとこれ書く。パイが、これはちょっとこっち消して、パイ、パイイコール CRT、これはシンターさんの式、こんな式ありますよね。パイイコール CRT という式があって、で、C、今、濃度が、これが、イコール1プラス X 分の C1RT ね。濃度がちょっとこう変わりますよね。濃度がこう変わると。で、さっきもちょっと言いましたけど、P1、この圧力は、π と P2 を足したものな。この π とこれ足して、こう P1 になります。で、π がこれやるな。で、P1 イコール、P1 は π プラス P2 なんで、これを使って整理せがなきゃな。で、P1 イコール P2。P1、P1 引く P2 は、π やから1プラス X 分の C1RT というわけやな。で、こういう値やんだけど、P0 分の P1、この値これ出しましたよね。P1、これをここに代入すると、これ代入すると、この P1、これが、P0 かけるよな。P0 かける、で、1マイナス X 乗分の 2X だな。で、これで、ちょっと整理していったら、やるとね、ちょっとこっち消しましょうか。ね。消して、1マイナス X 乗分の 2X は1プラス X 分の 1A かける C0 分の C だと。この P0、これを使って、ここになります。で、これ計算していくと、2C0X のイコール C1 の1マイナス X で、X は 2C0 プラス C1 分の C1 となります。はい、以上です。